株式会社モノタロウです。私どもは、MRO と呼ばれる間接資材を売っている会社です。例えばその化学研究用品であるとか、あとは空圧機器ですね、こういったものの、工具であるとか、扱ってまして、それこそ手袋とか、あれですね、袋であるとかいうのをいろいろ扱っている会社です。で、Python のカンファレンス今回にさせていただいている理由としては、皆さんにこう知っていただきたいなというところがありまして、今回紹介させていただいております。はい、モノタロウでは、エンジニアを非常に募集しております。特に、モノタロウは Python の会社です。ですので、Python のエンジニアの方々に興味を持っていただいて、そしてもしよろしければ、遊びに来ていただくのも良いですし、実際に、応募していただくのも応募していただけると非常に嬉しいです。こんにちは、みんなのマーケット株式会社です。私たちは楽天やアマゾンで、物を買えるように、サービスをインターネット上で比較して、買える、そういったサイトを今作っています。今回、ここに参加させてもらったのは、Python を使える技術者にぜひ、弊社に入っていただきたいということで、参加しました。Hi, we are Gandhi Asia. We are from France, and this is our booth. We are a domain name registrar. We provide domain name service and hosting services. And this booth is also sponsored by GMO Registry, and this is from them. And we also provide stickers here.For customers who want to take it. And I think that's all. Thank you.ジグソー株式会社です。弊社ですが、自動運用サービスを提供している会社です。Python 2015に出展したのはエンジニア募集のためです。弊社のシステムは、ほとんどが Python で構築されています。ぜひ、弊社に来てください。よろしくお願いします。と申します。私たちはデータ分析とシステム開発と、あと Google Maps API for Work のパートナーとしてのランテックライセンス販売を行っています。地図位置情報を利用したシステム開発を得意としています。で、今回出展した理由は、効果のやってる事業を、この地図の事業を皆さんにもっと知っていただきたいというのと、あと弊社はエンジニアのエンジニアを今募集してますので、そういう機会にもなればと思いまして出展しました。以上です。ありがとうございます。弊社白井コーポレーションというカメリオというですね、ニュースアプリを作っている会社なんですけども、本日ですね、Python には2年連続でスポンサーで出展してまして、主な目的はカメリオの紹介と、あと人集めというところで、弊社カメリオはニュースアプリなので機械学習とか自然言語処理とかっていうことで、主にやっぱそういう技術者の方をたくさん集めてますので、そういった目的で出展してます。あとカメリオはほとんど Python で書かれているので、それでPython と、Python と非常につながりが深いということで出展してます。モバイルファクトリーという会社です。主に会社の事業としては、ソーシャルゲームの開発と、着メロとか着ボイスの配信をやっています。で、自分たちはソーシャルゲームのディレクターで今回、ブースに出展していて、今主に作っているゲームというのは位置情報を使ったゲーム、 GPS を使ったゲームで、今だ と、イングレスさんとか位置情報というのが増えてきているんですけども、自分たちのゲームは駅を集めて、駅にいろんな駅に行ってもらって、いろんな駅までの移動を楽しんでもらうゲームになってます。で、今回まだまだ位置情報ゲームというのが、まだ知名度というのはまだそんなに高くないと思うので、そこでエンジニアの方たちに知名度を、いろんなうちのゲームを知ってもらうために今回出展させていただきました。ステーションメモリーズ駅メモ、ぜひよろしくお願いします。A.jp という、決済を開発者の方でも簡単に組み込めるようなサービスです。シンプルな API と、
シンプルな用意で、誰でも簡単に決済を交換することができます。Python とか PHP とかいろんなライブラリを用意しているので、すぐに手元の環境で試すことができます。今、手数料の無料キャンペーンをやっているので、すごくお得です。A.JP は Python で全て書かれていて、Python エンジニアの方を募集しているので、ぜひご興味ある方は、来てください。エンジニアさんにプログラムを解いてもらって遊び場になってます。はい、今回は、Python のエンジニアの方にのコミュニティに対してすごく仲良くなりたいなと思って出展させていただきました。また最近東大級ジョブズといったその、求人をすごく掲載したサイトっていうのをオープンしましたので、こちらの宣伝も兼ねて出展させていただいております。ぜひ遊びに来てください。